チェルシー、三笘260億円を用意していた。A メディア、パッティパワーニュースのネイソン・ウッドヘッド記者派、ベイリーオーナー排斥市場の閉幕前に、ブライトンから三笘薫、あるいはその他のタレントを獲得するための資金として1億、ポンド、約160億円を調達したいと考えていたと指摘した。やばすぎる、160億円の男三笘、じゃあ獲得すればよかったのに。飛ばすだろうけど、チェルシー金持ちすぎだろ、チェルシーどんだけ金使うねん。ムドリク取ってなければあったかもな。ポッターもククレジャもいるし。カイセドとセットの価格だろ。今の三笘ってレアルでもバルセロナでもレギュラーよな。サイドバックと縦の関係で相性良さそうなチームがいいな。ブライトンより弱いクラブに行く必要はない。ブライトンのままじゃあかんのか？カイセド、ファーガソンも移籍するだろうし、来シーズンには選手抜かれて骨抜きにされるわ。ブライトンって前世紀ドルトムントだよな。今はいいけど引き抜かれるから崩壊する。やっぱシステム的にアーセナルがハマるだろうな。